はい、こんにちは、ドープガントイックです。今日はこちら丸の内というか有楽町のあたりですね。ちょっとね、変わったお店があるので紹介します。こたつがあるお店ですね。ちらっとお見せしますよ。今見えました、こたつあったでしょ、ここ。ここですね。ちょっと中に入ってみたいと思います。名前はですね、この大きい M という字が目印なんですが、マイクロフード&イディアマーケットというお店ですね。はい、ちょっと入ってみます。チラッとしかね、お見せできないと思いますけども、入っていくと、ほら、こたつあるでしょ、見えました、ね、こたつ、こんな感じですよ。まあ、中はね、カフェというかレストランというかね、非常に変わった作りになっております。まあ、こんな感じでピアノも置いてありますね。ピアノも置いてありまして、まあ、自由に弾くことができるということですね。はい、皆様ぜひ来てみてください。以上になります。